皆様おはようございます。世界を旅するドラマ&パーカッショニストのカズです。日々ライブをしたりレコーディングをしたりレッスンをしたりオンラインサロンリズムの学校の運営をしたりしております。今日もよろしくお願いします。さて、4日間続いたね関西ツアーが終わりまして、帰ってまいりました。濃かったもう一言で言うと濃かったです。毎日すごかった。なんかすごかったです。もうなんだかわかんないけどすごかったですなんだかわかんないと困るんだけど、とにかくすごかったんです。で、まあ、あのですね、詳細をまあちょっと話しておくと、まあ4日間ね、2月の28日から、染野京都から始まり、染野京都で2本、東目田アジテートで2本だったんですけど、その出演のその日に出演のアーティスト、まあ3、4組のアーティストがいるんですけど、3、4組のアーティストの全部の出演者とコラボする、全部の出演者のサポートをするというライブを、してきまして、大変なことですよ。大変な数を叩きました。大変な曲数を叩いたし、大変な、打数ですね。大変な打数でした。そんな感じです。で、しかもですね、東梅田アジテートの方は一部二部制になっていて、これがまた大変なんですよ。一部二部、一部お客さんあり、配信なし、全力でその目の前の人をですね、楽しませるために全力疾走するわけですね。ライブ。疾走の仕方はそれぞれ違いますけど、全力疾走すると。で、その後終わったら30分後にまた第2部が始まるという、これは配信、時短営業の関係で配信のみでやるという。で、こちらもまた全力疾走もう言えてない、全力疾走、はい、なんですよ。なんでもう1日で2本ライブやってるみたいな。だからそれを言うとですね、もう4日間で6本ライブをして、かけるアーティスト数分のステージを僕はやるという、そんな感じの、4日間でした。な、これ、大変だ大変だって言ってるけど、まあ一番得してるのは僕かもしれないですね。はっきり言ってそれだけやっぱ経験値積ませてもらってるんで、いろんな意味ですごく成長できたと思います。僕無限体力って思われましたからね、共演者に無限ですね、カズさん体力がって言われましたけど、なんかどんどんね、体力はつかないんだけど、音楽に対応する筋力みたいなのもめちゃくちゃついたと思いますね筋肉的な話じゃなくてね、なんか脳みそっていうかね、その脳の、筋力はだいぶついたんじゃないかな、戦う力はだいぶついたんじゃないかなと思いますけども、そんぐらいね、濃い4日間を過ごさせてもらいました。で、この4日間なんですけど、ライブでこんだけね、やっぱり忙しくしながらもですね、結構欠かさずにずっとラジオも撮っていたし、そうね、オンラインサロンのね、動画、限定動画ももちろん毎日更新なんで、毎日それも撮っていたし、まあね、すごい合間を縫ってやらないと、間に合わないっていうタイミングもすごくあったんですけど、でもね、なんとかなりましたね。これやっぱり好きなことだからやれてるなって思いました、今回。好きなことだから、その合間を縫ってね、やりたいと思えるっていうかね、やっぱりライブってすごく刺激的だし、なんなら、そう、なんだろうな、ライブ自体で本当にライブをやることで満足するんですよね、僕たちは、ミュージシャンは。だからそこで満足するから、なんかそれ以外のことに結構ライブやってる時ってフォーカスできなかったりするんですよ。で、そこが問題だなとはまあ前から思ってはいるんですけど、そうなんですけど、これね、オンラインサロン効果かもしれないですね。オンラインサロンのおかげで、なんか別の部分にもちゃんとフォーカスして、本当に毎日ずっと打楽器のこととか、リズムのこととか、音楽のこととか、考えれるっていう。それがなんか喜びに変わっているっていう、そういう状態になっています。なのでね、本当に、応援してくださってる皆さんね、ありがとうございます。で、今回も本当に、4日間のライブ、改めて、
まあそれだけね大変だって言ってんだけど、改めてその共演してくれるミュージシャンがいて、そこにねやっぱり最高の環境を作ってくれるお店があって、お店の店主がいて、でそれをね見に来てくれ、楽しみに見に来てくれるお客さんがいて、配信もそうですね、配信でももちろん楽しみに見に来てくださっていて、本当になんかもうそれぞれにめちゃくちゃありがたいことだなと、改めて思いました。なので僕も無限体力ですねでですね、駆け抜けました本当に、すごくすごく良かったです、すごく良かった本当に。一日一日ね、一アーティスト一アーティスト、一曲一曲素晴らしい瞬間めちゃくちゃあったんで、アーカイブとかも残ってるかもしれないんでね、もし見れなかった方は見てほしいなと思うんですけど、本当に素晴らしい素敵な、ライブになりましたという感じです。で、今回ねそんな感じで、まあ毎日毎日ライブが終わった後はですね、もう本当にホテルに帰ったらバッタリと倒れるっていう生活をしていて、でもまあそのおかげでしっかり寝れたんですけど、しっかり寝れたのはすごい良かったなと思うんですけど、でも今回のライブの本当に一番良かったことっていうのがあって、それは何かというとですね、終わった後にミュージシャン同士がめちゃくちゃ真面目に話してるっていう、ミュージシャンとその店のオーナーとかが、それがね毎日続いたんですよね、4日間。これ結構奇跡だなと思って、打ち上げらしい打ち上げではないです、時短営業の関係でお酒出せないとか、まあお店もやってないしそういう感じじゃないんだけど、でもみんなやっぱなんか話したくて残ってるんですよね、そこに。でそこに残っていて、でなんか自然と真面目な話になるっていう、この絵面すごいいいなって思って、見ていたし参加もしていたんですけど、前の典型的な打ち上げ、コロナになる前ですね、典型的な打ち上げはやっぱりお酒をたくさん飲んで、みんなで騒いで、そんな騒がないかなバカな話をして終わるっていうのが、まあで誰かもうお酒で失敗してしまうみたいな、そういうのがもう決まりだったような気がするんですけど、ここ最近は全然そういう感じがなくてすごい健康的ですバカ話もいいんですけどね、もう全然そういう話もバカ騒ぎもしたいなとは思うんですけど、でも今ねなんかこうみんなすごくやっぱうちに秘めているものがあって、それをみんな意見交換したりとか議論交わしたりしたいんじゃないかなっていう、なんかそれをすごい感じましたね。だから自然とそういう風にライブが終わった後はそういう風になってるんじゃないかなって思いました。っていうのもおそらく時代の変化だと思うんですけど、今って活動が全部自分で決めて自分でできるようになってきてるんですよね。昔だったら一本化して、じゃあ売れるためにはどっかの事務所に所属しなきゃいけなくて、でその事務所で曲を認めてもらって、でお金出してもらって宣伝してもらって売れていくみたいな、そういう絵面があったからその話だけしてればよかったんだけど、そうじゃなくなってきましたね。最近はやっぱり自分で発信するツールっていうのが目の前にすごいたくさん転がってるから、そっから何をチョイスしてどういう形で音楽をやるかみたいな、でライブもライブハウスのやり方もそれぞれ違ったりとかして、ライブハウス、どこのライブハウスが自分に向いているかとかっていうのも多分違うと思うし、なんかねそういうのも全部踏まえて自分で決められる時代だなと思って、で自分で決めて自分が好きなように構築していくことが多分一番なんか今いろんな意味の成功があると思うんですけど、成功する近道なんじゃないかなってちょっと思いましたね。今回だから話、いろいろな人の話聞いてすごく刺激になったし、なんかそうやって話をしていく中で共鳴し合っていけばよりいいコミュニティが作れて、よりいい音楽が作れるんじゃないかな、音楽シーンが、音楽イベントが作れるんじゃないかなと、本当に思えた、そんなね時間をね毎日過ごさせてもらいました。皆さんね本当にお疲れ様でしたって今ここで言ってもこのラジオを共演者が聞いてくれてるとは限らないんですけど、お疲れ様でしたっていう感じです。なんで、これから本当に楽しみになりましたね。なんかどうなっていくんだろうって思って、音楽業界ってどうしてもなんかこう
こうじゃなきゃいけないみたいなねところがずっと抜けなかった気がするんですけど、ようやくみんなが目が覚めてきて、で僕も当然なんかそういう部分で目が覚めてきて、うん、なんかやりたいことでねどうにかしていくっていう、でそのどうにかしていく姿をやっぱ見せるためにもやっぱり前を走り続けなきゃいけないって思いながらね今の活動をしているので、こうやってラジオで話していることもそうだし、オンラインサロンのねことをやっているのもそうだし、ここはねなんか自分で選んでいけるんだよっていうことを改めて思わされたので、そんな刺激的なツアーが終わりましたという、今日はそういうお話で終わりたいと思います。オンラインサロンの方ではね、いろんなもうちょっと踏み込んだ話だったりとか、リズム感を良くする、秘訣だったりとか、そういうことをたくさん話しております。僕の挑戦でねこれからしていく挑戦のこともたくさん話していて、そんなね夢をみんなで叶えていけたらいいなと思う、そういう場所ですので、よかったら、覗いてみてください。概要欄に、サロンに入るページのねリンクを貼っておきますので、よかったら見てくださいという感じです。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。じゃあねー、また。